になられたの？ちょっとね、あんまり言いたくないけど、ねね、近いですいやでもめちゃくちゃ近いです。16年やってるんでしょ仕事。はい、現役はもう16年やっ全うして、今はそれから3年経ったから19年。19年ってことですよ。どうしてもやっぱ年齢考えちゃうじゃないですか。見えないよね。本当ですか？見えないよ。いや、やった、嬉しい。だって俺最後に会ったの10年前ですよ。あの今はなきガチセロっていう番組で。はい、あの時より綺麗になってんじゃないかな。本当ですか？いや本当に本当に、 ありがとうございます。10年か、よく頑張ってますよ2人とも。お互いお互いにでもさっきね、魚拓さんがすごいたくさん番組やってるって聞いたんでびっくりしました。いやもうなんかおかげさま、おかげさまですごい30番組やってるすごいこの業界背負ってるみたいな感じ。背負ってねえし、やめてくれよもう本当に。そうなの？そうそう、余計な仕事がかかるやめて。そんな感じなんですか？全然背負ってないよ。じゃあ左側のボタンを押してください。はい、ボタンを押すんだ。重要だよ、マジ重要だよ。生きてて、はい。うわっ、うわっ、やばい。では、いきます。よしほらほら、すごくないですか？ こういうことなんですよ。ラッキーセブンじゃん、しかも。こういうことなんですよ。すごい、まあ、吉田さん、なんかもう今日が思いやられるような番号になっちゃったけど、これはもう大凶ですよ、大凶。もう絶対これはさあ、お酒片手に見るにはもってこい、セクシーハンターの時間やってまいりました。さあ、ただなんか空気変わりましたよ。今回は多分一番のビッグネームじゃないでしょうか。俺10年ぶりにお会いします。この方に来ていただきました。どうぞよろしくお願いします。吉田脇夫です。いや、お久しぶりですね。ご無沙汰しております。10年ですよ。嬉しいです。いやもう魚拓さんに会えると思って来ましたよ。嘘つけよ本当に覚えてくれてるかなと思って。いやもう覚えてますよ。ありがとうございます。あの時10年前も、うん、めちゃくちゃ可愛いなって思ったんですけど、さらに何ですかこれは、はい、ちょっとえらい、ちょっと一周ぐるっと回ってもらえますか。これやべえじゃん、これパチンコ打つ格好じゃねえしねえ、これここどうなってんだよ、もう見えねえよ、もう何が何だかちょっとセクシーハンターなんでね、はい、セクシーに行かないとって思って気合い入れてきたんですけど、これ本当に、はい、当たればいいんですよ、はい、ちゃんとこうコンスタントに当たればいいんですけど、うん、当たんないとひどい目になりますので、はい、これ破かれますよ、これ破かれちゃうの、うん、本当にヒートテック1枚で泣きながら帰ったやつがいますからね。え、本当ですか？います、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 本当に。やばい、帰れなくなっちゃう。ヒートテックで打ってましたよ、真冬に1枚でっていうことになりますんで、はい、まだ脱げるんですかと。これを脱いだらもう下はもうあれですね。これくっついてんの、このレースのと。これ別です。別、ああじゃあいけるじゃないですか。いけない、いける下がやばいことになっちゃうんで。この、え、まだ、ちょっと待ってこれどっちを残してもやべえことになるな。どっちもやばいことになるんで。そう、レースをなくしてもこう胸元がやばいじゃないですか。で、レースだけ残してもこう全部やばいじゃないですかこれはえらなんで、はい、本当に当てなかったら一大事ですよ。はい、当てます。ぜひバチッと当てて、はい、丸裸が帰んないように帰ることないように、はい、頑張っていきましょう。久しぶりなこんな早い番号いたの。おはようございます。おはようございます。おはようございます。俺ん時だけアルコールすげえ多かったなどこ行くかなあ。イニシャル D か、イニシャル D か、かこれよ。
あ、いた。イニシャル D か、はい、元祖金パラ、あの単語の響きはどっちがいい？イニシャル D。 イニシャル D、オッケー。だいぶこの辺に、これこれでいい？はい、オッケー。俺が左、こっち来た方がいいから、これでいい？じゃあこっちで、はい、じゃあこの2台で。なんだよ、大丈夫か。はい、久しぶりにパチンコでしょ。久しぶりです。さあ、イニシャル D 来たね。来ましたね。じゃあ打ちながら説明するんで、はい、もう行っちゃいましょう。はい、やりましょう。はい、わー、久しぶりに握った。玉がおーおー、どんぐらいだっけ。いや、玉が出てねえ。玉がねえよ、ここに。貸し玉ボタンを押せよ。赤いボタンを。初心者じゃないのに久しぶりすぎて。嘘つけよ。な、初心者みたいなもんだろ。ですね。なのにな、ガチスロっていうなんかすごいタイトルの番組やったからな。何がガチなんだって話だよね。もう最初全然目押しができなくて。あ、そうか、ガチスロかパスだったのかあれ。そう、毎回。さあ、今回パチンコです。はい、イニシャル D、サミーの、まあ、純寝台ぐらいの扱いになるのかな。パチンコは仕組みは分かる？パチンコはなんとなく、なんとなくだよね、はい、ね、256分の1だから、まあ、今一番重いのが319分の1なんだよ。へー。で、あの、よりも若干軽い、だから256分の1だから若干軽くて、ただこれ当たってからがね問題で、はい、当たると時短ってわかるかな。右に回して、あの、球を減らさずにこう回せるのがあるのよ、機能が。それを時短って言うんだけど、時短がついてくるんですよ、はい、その時短が、100回、200回、あと6番だから、まあ、無限ってあるんだけど、その与えられた時間の中でもう一回2ゴロ分の1を引くと、ようやくラッシュに入るって、そういう仕様です。じゃあもう一回引かないといけない。そう、多分ね、口言ってもなかなか分かんないだろうから、まず一回当てましょう。当てましょう、当てましょう。で、ラッシュに行けば、まあ、さっき聞いたら77連したって。このお店で77連したって。この間帰りは東京駅、東京駅です。じゃあもう大丸、大丸、大丸だよ、帰り。大丸に、大丸寄って、そう、そこでブランドに入るのか、地下の食料品売り場の果物かなんかを買うのかは、もう勝ち気によるじゃん。どれだけ勝てるかによるから、はい、平均がね、確か14年したかな。あれ、震えてんね。はいはい、降りてきましたよ。降りてきた。あ、いいね、いいね。はい、ちょっと待って、チャンス来ましたよ。手離していいです。赤い。はい、チャンス来ましたよ。しかも赤ちゃん。赤、図柄が赤ちゃん。え、これ落ちていいの？まあ、落ち着いて、まあ、多分どんどん加速するから。すごい。はいはい、いいですよ。すごくいい、いいよ。まだ？まだ。まあ、打ち始めて。はい、これ引っ張って、手前に、はい、あー、腕振りしてる。いやいや、これ D アイコン、はい、これが D アイコンだけど、あー、来た。フィッシュ、まあ、これね、変わる、引いて、もう一回、はい、D アイコン2つになりました。今を戻してください。怒られてんじゃないかよ。これ D アイコンって最大3つなの、はい、で、銀、銀、赤、まあ、銀というか白、赤、金ってあるんだけど、あー、すごい。白赤の2つだとね、まあ、消えた、むちゃくちゃ熱い。いや、これ当てなきゃいけないです。当てたい。これ、ほら、これ金だよ。金、すごい。バラが。何になった？おお。藤原ゾーンか、これ。藤原ゾーンじゃねえのか。これなんか、いつもと違う。エピソードみたいになってるな。
もう全然めちゃくちゃ熱いこれ。バラがたくさん待ってましたわよ、さっき。もう当てなきゃいけないですよ。当たるやつだ。うん、本当に当たって。おいこんなん見たことねえよ。すげえ勝つのは俺だ。勝って。はい早いな。おー、すごい、かっこいい。かっこいい。走りやかっこいい。はい、かっこいい。よし、すごいよ。あー、なんか。すげえな、こんな長いの、さあ、敵は高橋涼介、の方。おー、カットイン入った。あ、行くよ。はい、引いて。オッケー。早っ。めちゃくちゃ震えた。やったー。すげえ震えでしょ。すごい震えた。で、256分の1を引きました。で、そうなると、さあ、時間が来ると、まずはボーナスを消化しましょう。ちょっと一番右に300玉弱出ますんで、じゃあ手離してください。で、これで一旦ヘッドの当たりは終わりです。で、ここから突入するのが時短です。じゃあ、これだからもう一回2、5、6分の1当たりがいけない。じゃあ、もう一回グッと。で、カウントダウンがあるじゃん。はい。で、最初の分、だから100回か、この時短が100回か200回か、もうほぼ無限。絶対当たりまで、ほぼほぼ続くやつっていう3つあるの。で、あれ？いきなりか。もう、仮に100回だろうか200回だろうか、とにかく当たり引きゃいいんですよ。一回手、いいよ、手離そう。これ、あるよ。さあ、いや、むちゃくちゃ熱い。嘘だろ。ねえ、16回転だって次6回転か、いや、これあるぞ。これタイムの色、すごい重要なのよ。赤いですよ。いや、全然あるよ、これ。かわいい、いけちゃうんじゃない。押して、ああ、ダメだ。惜しい、めちゃくちゃ惜しい。今、いけるかと思って、ね、気持ちを込めずに押しちゃったから。まだまだ回数あるからね、始まったばっかだから。いや、すごい、こんな最初から当たりを引けて。え、なんか変わった。こんな強かったっけ。俺そんなイメージねえけど。全然。あ、やっぱ着替えてきたからか。そうだ、それはあるよね。ありがとうございます。着替えてよかった。あと50回ぐらい。今のところ顔が映ってるの、はい、このあれは。だけどそれがどんどん下がってくる。わー。いや、何、セクシーハンターですので、もうその辺はもうご容赦願いたいと。そういうことなんですね。そうなんですよ。引けなかったらどんどんカメラが下がってくる。そう。ただ今のところやっぱりね、この画面とやっぱお顔じゃないですか。そりゃそうですよ、これだけ上がって。すぐ当たってきたわ、今。あっ、熱いよ。一回じゃあ手離しましょう。はい、ボタン押して。はい、バトル発展したよ。連打は押しっぱであるほんと。押しっぱでいいの。押しっぱである。はい、黄色はね、でもなんか日頃の準備になってるのが気になるな。黄色はそんな熱くないんですが。さあ、どうだ。おー、ぎこし、踊った、ぎこしゃべ、それ当たるよ。すごい、天才、完食だ。すげえ。これで、下何回か分かんないですけど、とにかくラッシュ突入しました。さあ、右千葉田、ここからラッシュが始まります。すげえな。すごい。どうした、この10年で何があったよ。いや、この10年で私も変わったんですよ。そうね、あ、少女から大人に。大人に。あの頃少女だったのか。本当かよ。いやー、でもお見事。いやー、今日の私かっこいいな。いや、めちゃくちゃかっこいい。
で、ここからは70回もうバンバン当たっていくから、もう楽しいしかないじゃないですか。そんな本当に2ごろ分の1をそんな簡単にこう、なんか27分の1引けないわけがないやん。ほら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 、振れてください。引っ張って引っ張って、あー当たり、はい、そんな感じでどんどんいきます。これやばいですね。やばいやばいやばい、これはやばい。でダウンヒルボーナスはまあこれランクアップな感じですね。2ラウンド、4ラウンド、6ラウンド、10ラウンドの可能性もあります。10ラウンド、2ラウンドでした。はい、次行きましょう。もういい、ラウンドも小さくていいから、とにかくどんどん連チャンさせること。すごい、いや、すごいって、私がすごいんだよ。タイムすごいけど、台よりも私がすごいんだよ。はい、ポンポンポン押してください。ポンポンポン、当たり。はい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 、はい、どんどん行こう、どんどん行こう、どんどん行こう。今なんか欲しいものあるの？いや、欲しいものはたくさんあるんですけどね。とりあえず東京駅で買えそうなもの、なんかあるかい？東京駅で買えそうなもの、うん、あるよ、ブランドもたくさんありますよね。あるよ、すごい。へぇ、おー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 、はい、はい、引っ張って、おい、当たった、おい。へぇ、これ10ランドだ。なんかすごい懐かしい感じの、このブルブル震える感じが。本当？懐かしい？エッチな話じゃん。引退して、え？ブルブルかなって？そっちの話ですか？違うけど。いやー、順調順調順調。今何連勝ってやってる TV で？ 5？ 5。今5連チャンです。いや、こんなん、まだ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 。へぇ、まあ20超えたらまあまあ合格って感じかな。あと何回？あと20回。おお、ちょっとちょっと、おお、大丈夫か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 、おお、大丈夫か、おお、やばいやばいやばい。おお、何回、何回？五。やばい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 よ。ねえ、五はねえよ、五はねえよ、五はねえよ、マジで五はねえよ、五はねえよ。あ、え、あ、終わっちゃう？いや、ちばだまだまだまだ、やばいって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 、いや残り4回だこれ。いいよ、手離していいよ、もう。うわー、やばいやばい、これこれやばい、本当やばい、残り4回。あ、疲れてる、はぁはぁって。はぁはぁじゃないよ。いやいやいや、疲れてた。はぁはぁじゃない、疲れてるわけない、緊張してる。その、追い込まれて。これ最後ラストチャンス、うわ、早いな早いな早いな、これんかい。うわ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 、ちょっと物足りないな、ちょっとだいぶ物足りないな。あちゃー、2セッターで終わっちゃったんですが、ただまあなんとなく台の感じは把握できたんですよ。こういう感じでもう一回当てるかった、うんうんうん、めっちゃ楽しかったな今。いやいや、始まったばっかだから、わしかもこれ全然足りねえから。実写版の映画に出ました。マジ？どういうやつだった？そこで行きます。あ、やった、来たー、よーし。あー、はいはい、あ、当たってるよ、当たってるよ、みんなちゃんと撮ってる場合じゃねえよ、当たってんじゃねえか。エガちゃんです。走った走った